あえて下げたんですか。はい、いつも下げてて、はい、さっきも下げたんだ。はい、あれなんか下がったそうだったんですかありがとうございます。撮影用にエアソス下げてもらいました、はい、こだわりですよね。はい、うわ後ろもこれゲート車ですよね。はい、もうイベントとかでね使われるトラックなんでこういう作りになってます。あとここの今日のイベントとかでも横のウィングを開けてねステージになるんですよ。そう、ステージに変身するトラックです。かっこいいですね。この辺の作りもなんか重厚感あっていいですよね。今日ねイベント車なんでねちょっと手が触れれないんでね。はい、このこのもう看板がかっこいいですよね。はい、お疲れ様です。ソンポラカです。はい、今日はねこちら見てもらえますか。こういう感じのねトレーラーの、これトレーラーの何ですか小川さん。カーゴトレーラー。はい、これは T3 で販売されてる T3 で販売されてるカーゴトレーラーになります。ということで今日は T3 の小川さんにこのトレーラーについていろいろ説明お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。大丈夫ですか。はい、では小川さん、はい、改めましてよろしくお願いします。はい、これトレーラーなんですね、はい、まずちょっと本当は外見見ていいですか。はい、外見、はい、見させていただきます。あ、そうですね、カーゴトレーラーなってますね、はい、あ、バイクやキャンプ道具を積むのに、あ、持ち運んだりするに、そうですね、いいですね、はい、あ、こんな感じでなんかちょっとあれですね、アメリカンチックな作りですね。これは国産で日本で作られてるんですか。輸入されてるんですか、すごい。 G-TECさんで輸入されて、ほんでいろいろ仮装されてるんですか。そうそうそう、なるほど。じゃあちょっとねこのカゴトレーラーちょっとねいろいろ見ていきたいと思います。これはもう基本的にはもうタイヤは1個だけのタイプになるんですか。そうですね、はい、でもちゃんとこう泥除けもついてるんですね。泥除けついてます。はい、これは幅的には車よりちょっと出るぐらいになっちゃうんですか。そうですね、ちょっとそうですね、ちょっと出るぐらいですね。はい、こんな感じで幅が、これ目の前についてる車ごっついですねこれがベンツですか。あ、瀬野さんところの車ですか。あ、瀬野さんところの車につけてるんですね。はい、ごっつい車です、ベンツですはい、瀬野さんのベンツです。すごいこれ。はい、でこれをトレーラー、これ言うたらもう牽引なんですね。そうです、こういう感じで取り付けて引っ張ると、はい、こういう感じになってます。カラーリングとかもいろいろ変えれるんですか。ですね、はい、あ、そうなんですか、いやもう塗ってもらって、あ、ここ言うたらトラックみたいにああいう風になんかデザインできますもんね。そうですね、はい、それもいいですよね。そうですよね、はい、こういうのできます。まあ、今回はこういう風に仕様はこうバイクをちょっと積んで、まあ、運ぶみたいな、ちょっとサーキット走りに行くよみたいな感じですね。はい、こんな感じです。ちょっとこっちからも撮影したいと思います。よし、はい、あ、なんかこんなんなってるんですね。ちょっとしたキッチンですねこれ。キッチンがあってこんな感じで、ちょっと台所ですね。はい、あとこっちはやっぱバイク乗せて、ちょっと棚ですね、バイクの棚があります。この扉なんかおしゃれですね。これ開け閉めできるんですか。できます、できます。あ、お願いします。あ、はい、まあ、トラックと一緒ですねこれは。そうですね、ここはトラックと一緒ですね後ろ間の扉ですね。はい、あ、でもこんな感じであれですね、反対側とは違うこっち出入り口になってるんですね。はい、いや、こんな感じになってます。いや、いいですね。はい、ほんでドアこれで止めてするんですね。はい、もう走行時はこのようにもうがっちりですね。はい、この窓ガラスも可愛いですよね。はい、開くんですかこれ。開くんじゃないですかね。あ、まだちょっと一回開けてもらって、はい、すいません。
あ、来ますね。あ、なんか止めるところ持ってきます。開けるだけですね。開けるだけです。はい、はい、これはもう後にね、後に改良されます多分。はい、はい、で扉開けてここでロックされます。はい、もう完全にこれはあれですね、もう トラックの、ああそうです、トラック風に作られてますね、はい、ここは。はい、あとここ連結部分もなんかこうだステーだけがもうポンって剥き出しやけど、あえてちょっとステージみたいなの作っておしゃれですね。これは何ですかね、なんかなんでしょうね、ちょっとしたなんか物、コンテナ置いて、ね、ベルトもできそうですね。はい、一人なんですけど一緒に乗ってくれますか。いや、これ一人乗りなんですよ。え、一人乗りなんですか。二人乗れますね。4人乗れる。こんな感じです。はい、こういうのはやっぱり一台あったらいいですね。そうですね、災害の時とか。そうです、ね、そういう時にね、あったらいいですよね。なかなか大阪では持てないですけど、ね。はい、いやー、作りがおしゃれですね、内装とかも。結構しっかりはしてますよね。あ、そうなんですか。はい、京都的にも、そうですか。いやー、これやっぱり輸入されてるって聞いて、やっぱタイヤがなかなかこっちじゃ見ないタイヤですね。そんなことないですか。もう全部英語で書いてますもんね。はい、もうタイヤも輸入もんです。こだわってますね。はい、の感じです。めちゃくちゃかっこいいトレーラーです。これでちょっとアルミホイルかなんか入れるとそうですね。これあれですか、タイヤのホイールとかって外国も日本も同じなんですか。まあ、僕わかんないですけど、はい、まあなんか5本はあるんですけどね。なんかなんかなんかどうですかね、わかんないですけど、いやこういうのはこういうのがまたかっこいいんですよね。ほんでちょっとベンツとかで引っ張って、これ軽トラで引っ張れるんですか。引っ張れる、引っ張れる。ほんまですか。これ軽トラで引っ張ったらやばいですね。え、軽トラってこんなんつけれるんですか。つけれますよ確か。そうなんですか。ついてないね。ついてないですか。はい、はい、あとこれはあれですか、ターブみたいな感じで。そうですね、横にビューって出るんですか。あ、こういうのもまあいろいろつけ、後からでもいろいろつけれそうですよね。これは多分後付けですね。後付けされてる、はい、これは後付けで、そうですね、なんか溶接されてますね、しっかり。で、屋根はちょっとどんな感じか分かんないですけど、こんな感じです。はい、ステージの大丈夫です。はい、あとやってきます。ありがとうございます。はい、小川さんでした。はい、ちょっとねこれね、閉めたシーンとかも見てみたいんですけど、これ昨日走っとってんけど俺見れてないねんな。パフォーマンスエリアにおきまして、働く乗り物たちが